はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。久しぶりに iPad で、撮影しております。はい、今日ですね、ご紹介するのはですね、こちらですね。はい、メロイエローですね。今 YouTube のですね、上の方でですね、 CM とか出てると思うんですけど、ですのでちょっと試しに買ってみました。メロイエロー、昔からありますね。はっきり飲んだ記憶はあんまりないんですけども、こちら行きましょう。はい、こちらの方がですね、どこの会社でございます。コカ・コーラだったかな。ね、そうですよね。です。そうですね。日本コカ・コーラさんですね。いきます。お。いきます。いただきまーす。これですね、メロイエローですね。あんまり飲んだ記憶がないんですけど。あれですね。だから、何の味かわかんないっていうのが特徴らしいですね。はい。何の味か分かんないっていうのがこれ。日本では1983年にですね、発売されたそうなんですけど、アメリカではですね、先駆けて、ね、1979年ですか、に発売されたそうなんですけど、当時ですね、CM は松井直美さんがやってですね、キャッチコピーが、訳せない味、なんとも訳せない味、というのがですね、キャッチコピーだったそうでございます。ということで、確かにですね、色は黄色、そして、メロンとかレモンかなと思ったらそうでもなくですね、いろんなもの味がね入ってるのかなっていう感じでございますね。はい、あとこちらですね、2006年とですね、もう一度飲みたいソフトドリンクランキング第1位ということだそうで、また復刻版が出たりいろいろしたわけですね。コンビニさんとかセブンイレブンさんでね。はい、まだ今なんかキャンペーンやってるみたいですね。あ、ここに書いてありますね、83ってね。あ、カメラこっちですね。はい、うん。何のキャンペーンかちょっとわかんないんですけども、キャンペーンもやっています。YouTube のね、上の方で CM してますんでね。YouTube よくね、動画アップしている方はぜひ飲んでみたらいかがでしょうか。ということで、今日ご紹介したいですね。メロイエローでございました。ありがとうございます。